次。動画撮ってます。どうした？さっきからね、頭のとこ待ってね、待機してた。あ、ほんと？かわいいね。で、今遊び始めて。うん、あ、ほんとだ、お目目丸々だ。そしてさりげなくミーコが頑張れ、ギー君頑張れ。いてかわいい。お姉ちゃん、ピーマンさ、あ、ごめん、どうぞ。何？ピーマンに、ピーマンとマヨネーズでどうですか？いいですね。きた！毎回柱の上行くとやってくれるよね、柱のやつやってくれるよねってなるんですよ、いつもこの顔で。いた！ダメだよ、ツナ開けたから。ツナツナツナね。あ、やばい、ごめんって、ごめん、違うの、これは君たちのじゃなくて、いつもなんだよね。どうしよう、どうしようどうしようかな。白がもう目がキラキラ、やるしかないよ。ツナだからって言って自分たちのご飯だと思って猫たちが大騒ぎしちゃった。こっちはこっちももうなくなっちゃって、ごめんって、ほんまごめん、うん、ごめん、しろする子がいたい子供みたい背伸びして見てて子供みたい。やばい、ボールが小さかった大丈夫だよ、詰め込め詰め込め、ボール小さかった。クラって本当にさ、パーって泣くよね。違う違う、うち何も持ってないからすごいなんかまるでツナ持ってる人みたいに近づいてきたね。キックだけではまだ希望捨ててないの、ないから。他みんな、あ、お兄ちゃん持ってないんだって言ってたから、あっちに。かわいい、みんなお母さんの方見てる。ごめんって、ごめん、ほんまごめんね。ごめんって。君たちがなんかこう
まあでも猫たちがこうあの欲しいっていうラインナップだね。ツナ缶に鰹節にあげらんないけど。あ、ミーコいた。ミーコ落ち着いていました。水分を、ね、吸収してもらうためにちょっと鰹節も、うん、こうちゃんライオンキングみたいになってるよ。ダーンダーンダーン。どうしようかな。さっきからシュッキン。ピヨコソ。どうマヨネーズ入れる？え、あれマヨネーズ入れるんじゃなかったっけ？マヨネーズ、うん、だから何、え、ピーマンの話だよね。そう、ピーマン、今ピーマンにツナと、うん、かつお節を入れて、何にも味を整えてないんです。だから塩コショウ。あー、塩コショウでうち食べたことないかも。いつもマヨネーズと、あとなんだっけ、ポン酢、ま、そうだね、マヨネーズとコショウとか。なんかマヨネーズにこだわらなくても、まあでも、かつお節も入れたんだったらポン酢とか、ね、塩コショウ、ね、とこでも美味しいと思うけどね。マー君来たの。かわいい。うん、マヨあった方がいいね。うん、マヨ BM。 本当はコショウがいるな。うん、かわいい黒。出てくる。